IP マルチメディアサブシステムはインターネットプロトコルマルチメディアサービスのためのアーキテクチャ的フレームワークである。当初、携帯電話の標準化プロジェクト3 g p p が GSM の次のモバイルネットワークのビジョンの一部として設計したものである。当初は GPRS 上でのインターネットサービスの提供方法を表すものだった。このビジョンを後に GPRS 以外の無線 LAN や CDMA2000 や有線といったネットワークをサポートする、要 3GPP、3GEPP に TISPAN が改定した。リリース8から 3GEPP2 の使用はアネックスに登録し相互に包含するようになった。インターネットとの連携を容易にするため、IMS は可能な限り IETF のプロトコルを採用している。 3GEPP によれば IMS はアプリケーションの標準化を意図したものではなく無線または有線の端末からマルチメディアアプリケーションにアクセスする手段を与えることでフィックストモバイルコンバージェンスの位置形態を意図しているこのため水平な制御層を用意しアクセスネットワークをサービス層から分離する論理アーキテクチャの観点からすると 制御層が共通の水平な層として存在するため、サービスごとに独自の制御機能を持つ必要がない。しかし実装においては、それが必ずしもコストと複雑性の低減に結びついていない。無線および、有線のネットワーク間でサービスを配備してアクセスさせる類似技術として謳われているフィックストモバイルコンバージェンスのコアのアーキテクチャであり、 ソフトスイッチ、シップを組み合わせたものである。安価な技術の寄せ集めにより、特定サービスを組み上げることはできるが、相互接続性に問題が生じやすい。IMS は統合型サービスであるがゆえに、相互接続のためのパラメータが少ないとして、問題解決の一つとして評価されている。従来の無線、有線の運用業者の制御外で、 コンテンツに容易にアクセスできる機構が増えており、IMS は岐路に立たされている。しかし、標準化の世界では、IMS 割り機で他の技術も標準化が進められており、イドム、IPTV 等の新世代接続基盤技術として期待されている。IMS は1999年に設立された 3G。 IP という業界団体が最初に定義した。3GIP が定義した IMS アーキテクチャは 3GPP で採用され、3G 携帯電話システムの標準規格の一部となった。シップベースのマルチメディア機能が追加されたリリース後で最初に採用された。従来の GSM よび GPRS ネットワークもサポートされている。3GPP には、 CDMA2000 のマルチメディアドメインを 3GPPIMS ベースとした。3GPP リリース6は無線 LAN との連携を追加した。リリース7は固定電話網との連携を追加した。これには t ィ s p a n R1.1 の AgCF と PES が導入され、公衆交換電話網のサービスを継承できるようにしている。リリース8では、 コモン IMS として 3GEPP2 の技術等を包含するようになり、LTE 技術と合わせて次世代無線網として期待されている。リリース9、リリース10は2011年に公開され、リリース11、リリース12、リリース13と審議が続いている。レル -8 以降が LTE、レル -10 以降が LTE アドバンストを包含している。 現在では ETSI により TS123.228 及び TS124.229ITUT において Y2001Y2011TTC において JTY2001JT2011 として採用されている3次 EPP 核リリースと ITUT の連携については9741を参照のこと 3GEPP Tispan IMS アーキテクチャの概要をこの図の各部分の機能は以下に解説する。IP マルチメディアコアネットワークサブシステムは様々な機能の集合体であり、それらを標準化されたインターフェースでリンクし、全体として一つの IMS 管理ネットワークを形成する。機能は必ずしも一つの装置に対応しない。 二つの機能を一つのノードで実現しても良いし、一つの機能を二つ以上のノードに分散しても良い。規模拡大、不荷分散、組織的問題などのため、各ノードは一つのネットワークに複数存在しても良い。詳しい最新の情報は 3GEPPTS23.228 フィギュア4が常に更新されているのでこれを参照されたい。ユーザーは、 様々な手段で IMS ネットワークに接続でき、その多くは標準のインターネットプロトコルを使う。IMS 端末は直接 IMS ネットワークに登録でき、別の IMS ネットワークや国であってもローミングによって登録できる。その場合に必要なことは IP を使いセッションイニシエーションプロトコルユーザーエージェントを動作させることだけである。 有線アクセス、モバイルアクセス、無線アクセスがすべてサポートされている。ポッツなどの電話システム、H323 や IMS 非互換な VOIP システムはゲートウェイ経由でサポートされている。リリース8以降、2G または 3G の交換回線網も X をサポートしていれば IMS へのアクセスネットワークとして使える。ホーム加入者。 サーバ、ホーム加入者サーバ、ホームサブスクライバーサーバー、またはユーザープロフィールサーバーファンクションは、こう実際に扱う IMS ネットワーク実態をサポートするデータベースである。そのデータベースには加入者関連情報が格納されており、ユーザーの認証と認可を実施し、加入者の位置情報や IP 情報を提供できる。 これは GSM のホームロケーションレジスターおよびオーセンティケーションセンターに似ている。サブスクライバーロケーションファンクションは複数の HSS を使う際にユーザーアドレスをマッピングするために使われる。HSS と SLF はダイアミタープロトコルで通信する。ダイアミターは AAA 操作を実施するためのプロトコルであり、通常と比べてワール、ウアー、 sar, sar, リア、a mar, ma, rtr, rta, pa, ppr, avrec, a v r e c レ,レ,レスに変更がある .ts29.229 annexa 2ts24.228 figure 6.2から 1ts29.228 annexa 4.1 annex 4.41 a4.42 A4.43、A4.5、A4.5A、A4.7 主な対比表は TS23.228 セック5.22.5、セック5.22.3、5.22.4。ユーザー ID 通常の 3GEPP ネットワークは以下のような識別紙を使う。インシーは SIM カードに格納されている電話ごとの識別紙である。 プライバシー強化のため、地理的位置ごとにトゥムシーが生成される。インシー、トゥムシーはユーザーの識別に使われ、イメイは電話機の識別に使われる。マジストンはユーザーの電話番号である。IMS ではさらに IP マルチメディアプライベートアイデンティティと IP マルチメディアパブリックアイデンティティも必要となる。これらは電話番号や何らかの数値ではなく、 ユニフォームリソースアイデンティファイアであり、数字列の場合も、文字列の場合もある。一つのインピに複数のインプが対応することがある。インプを複数の電話で共有することもでき、複数の電話が同じアイデンティティに到達できる。HSS のデータベースには、インプ、インピ、インシー、マジストン、加入者のサービスプロフィール、サービストリガー、 その他の情報が格納されている。また、ABAP としては、Visited Network, Identifier, Destination, Host, Destination, LELM, Server, Name, Server, Capabilities, Wildcarded Public, Identity, WARL, FLAGS, Supported Features, User Data Already Available, SCSCF Restoration, Info, マルティプルレジストレーション、インフィケーション、セッションプライオリティ、エクスペリメンタルリザルト等がある。また、鍵交換で必要なコンフィデンシャリティ、キー、インテグリティキー等が用意されている。この他に、ユーザーが現在どこのネットワークにいるかを管理する SLF、ECSCF のために場所情報を提供する LRF がある。 セッション制御セッションイニシエーションプロトコルサーバーや、プロキシのいくつかの役割をまとめて、コールセッションコントロール、ファンクションと呼び、IMS でのシップ信号パケットを処理するのに使う。アプリケーションサーバー、アプリケーションサーバー、アプリケーションサーバーはサービス群をホスティングし、実行する。主、i スクインターフェースを持つ。SCSCF とのインターフェースには、 セッションイニシエーションプロトコルを使う。3GEPP が開発したアプリケーションサーバーの一例として、ボイスコールコンティニュイティファンクションがある。サービスによっては、シッププロキシモード、シップ UA モード、シップ B にブアモードで運用できる。AS は、ホームネットワークにも、外部のサードパーティのネットワークにも配置できる。ホームネットワークにある場合、 ダイヤミターの主インターフェースか、モバイルアプリケーションパートインターフェースで HSS に問い合わせる。メディアサーバメディアリソースファンクションは、メディア操作や、トーンや、アナウンスなどの再生といったメディア関連機能を提供する。各 MRF はさらにメディアリソースファンクション、コントローラーとメディアリソースファンクションプロセッサーに分割される。ブレイクアウトゲートウェイブレイクアウトゲートウェイ。 コントロールファンクションは電話番号に基づくルーティング機能を持つ。IMS 側から公衆交換電話網や公衆移動対網などの回線交換網の電話に発酵する場合のみ使われる。外部 IMS と接続する場合は TRGW IBCF 経由で維持インターフェース、石イ,インターフェース経由で接続する。PSTN ゲートウェイ PSTN CS ゲートウェイは PSTN 回線交換網とのインターフェース機能を有する。シグナリングに関して回線交換網では SS7 の回レイヤに MTP 上位レイヤに ISAP、ISDN ユーザーパートまたは BIC を使っているが IMS では回レイヤに IP 上位レイヤに SIP を使う。メディア伝送に関して回線交換網は パルス符号変調を使っているが、IMS では RTP を使う。メディアリーソースメディアリーソースとは、メディアプレーンにおいて運用され、IMS コア機能の制御下にあるコンポーネント。すなわち、メディアサーバーとメディアゲートウェイを指す。ネクストジェネレーションネットワーク相互接続には、以下の4種類がある。NGN 相互接続モードは直接と間接がある。 直接相互接続は、2つのネットワークドメインの間に、中間のネットワークドメインがない場合を指す。間接相互接続は、1つの層で見たとき、2つのネットワークドメインの間に、中間のドメインが1つ以上存在し、トラフィックがそこを経由する場合を指す。オフライン課金は、ユーザーが定期的に支払いをする場合である。 オンライン課金は、プリペイドサービスや、リアルタイムのクレジット制御による、ポストペイドサービスで使われる。同一セッションで両方が適用されることもある。TS43.020 で定義されたような、セキュリティアルゴリズムを、アーリー GSM アルゴリズムスという。TS33.203 および、TS33.102 で定義されたセキュリティは、有勢無。 イシームインターフェースの欠如と IPv4 が優勢な状況ではしばらく実現できないだろうと予想されていた。このような状況で重大な脅威に対する保護を提供するため、3GPP は一種のセキュリティ機構を TR33.978 で定義したものを、これを非公式に r ー,ー i m s セキュリティと呼ぶ。 リリース8以降では SIM を利用する TS33.203 及び TS33.102 のタイプのものは 3GPP に記載されている。SIM を使わないタイプとしてソフトフォントを利用できる共有秘密鍵タイプの通信セキュリティの確保も標準化されている。上と PCSCF の間のセキュリティについてと2間の通信についてザ ZC インターフェース等で暗号化が必須とされている。ありがとうございます。